クロキノール、またはクロックノールは器用さを競うボードゲームの一種。円形の遊戯面を用い、プレイヤーは交代で、より高得点の領域にディスクを引き入れようとすると、同時に相手のディスクを弾き出そうとする。シャッフルボードやカーリングをテーブル上に収まるサイズにしたようなものである点で、ピッチとナットやカロム、ビー玉遊び、お弾き、シューヘクタールペニーに類似している。 黒木ノールボードの大きさはまちまちであるが、通常、八角形か円形の平滑な木製、またはラミネートでできており、直径はおよそ66センチメートルである。ボード上には、外側から5、10、15点の3つのリングが、同心円状に配置されている。中央には20点相当の小さなくぼみが設けられている。内側の15点リングは8本の小さなバンパー。 いにより守られている一番外側のリングは等間隔に4つの線上のゾーンに分かれている。ボードの円は少し持ち上げられており、ディスクを引くのをミスしてもボードから飛び出しにくいようになっている。使われていないディスクはリングとボードの円の間のバターに溜めておける。ディスクはチェッカーのコマとほぼ同じくらいのサイズで中央の溝よりもわずかに小さくできている。 摩擦を減らすために中央が凹んでいるものや、中央に穴のあるものもある。滑りパウダーの使用は論争の種であり、パウダーは、コマがスムーズにボード状を滑るようにするために使われる。カロムのルールでは、パウダーは盤状を滑らかかつ乾燥した状態に保つ、ために高品質なものでなければならず、湿ったものは使えない。盤状にパウダーをまぶすためには、ポーチやコンテナが使われ、 混ぜ物をしてはいけない。ほとんどの場合、放送パウダーが用いられる。英国では、印刷物同士で、インクが映ってしまうのを防止する裏映り、防止パウダーが使われることが多い。これは特定の制限容量を持っており、直径が50マイクロメートルほどの微粒子で、原料は穀物由来のデンプンである。ほとんどの場合、二人、または2対2のチーム戦で、プレイされる。チーム戦の場合は、 味方同士でボードを挟むように座る。プレイヤーは代わり番号にコマをボードの端から引き入れる。指で引くのが一般的であるが、時にはビリヤードで使うような球が用いられることもある。敵側のディスクがボード上にある場合、プレイヤーは直接にまたは間接的に自分のディスクをぶつけなければいけない。もし敵のコマにかすらなければ、そのショットはファウルとみなされ。 ショット中にぶつけてしまった自分の駒と共に、リング上から溝へと取り除かれる。大抵のルールでは、敵の駒がボード上にない場合のショットは15点リング内にすっぽり入れなければ、ファウル扱いされる。これは、ノーハイディングルールと呼ばれる。というのも、このルールなしには、プレイヤーは初回のショットで相手にぶつけられないような場所に配置できてしまうからである。 このノーハイリングルールなしでプレイする場合、プレイヤーは一般的にどのようなショットを繰り出してもよく、また駒がボードの円の内側に止まっている限りファウルにはならない。ゲームを通して、俗にザトードと呼ばれる中心の20点ホールにすっぽりと入ったショットは即座に取り除かれ、それを放ったプレイヤーに20点を無条件で加算する。点数は、 全ての持ち駒を全て打ち尽くした時にカウントされる。点数は得点差により計算される。例えばより高得点であったプレイヤーは相手側との得点差を点数としている。つまり1ラウンドにつき片方しか点数を得られずそのラウンドの敗者は0点となる。ゲームはあらかじめ定められた勝利得点にどちらかが達するまで続く。知られている限り最古の黒木のオールボードは 1876年にカナダ・オンタリオの職人エックハート・ベッド・ローファーによって作られたとされている。1990年代以降になって1870年代に作られたとみられる自家製のボードが何個かオンタリオの南西部で見つかっている。1880年4月20日にニューヨーク市でジョシュア・ケイ・インゴールス名義で特許権が認められたとみられる。さらにルーツをたどっていくと 英国か南アジアの発祥であるという説もある。クロキノールは、しばしば、キリスト教系の宗教、文化集団である、メノナイトやアーミッシュが発祥と一部の人々の間で、信じられているが、その説を支持する証拠は見つかっていない。この誤解の原因は、それらの宗派の人々の間での、このボードゲームの人気ぶりにあるかもしれない。トランプのようなカードゲームやダンスの類が、 悪魔の諸行王と19世紀のプロテスタント諸派に寄付されていたのに対し、クロキノールは余暇にプレイされる当たり障りのない遊びとみなされていた。2006年には2004年の世界クロキノール選手権の出場者を追うドキュメンタリーフィルム、クロキノールが公開された。ゲームの発祥地であるオンタリオで世界初公開された。 クロキノールという名前は、クローキグノールというフランス語の単語から来ている。本国フランス語では、クッキーの一種ケベックフランス語では、型以外はドーナッツに似た食べ物のことを指すまたこの語は、かつて指で弾く、動作のことも意味しており、それがこのボードゲームの名の由来であると考えられる。クローキグノールは、ピケノットの同義語としても使われていたことがある。こちらの語は、 ピケノットやピッチトナットといった類似ボードゲームの語源となっている。世界黒キノール選手権トーナメントは1999年以降、毎年6月第1土曜日にオンタリオ州タビストックで開催されている。タビストックはエックハートの出身地であるため選ばれた。大人部門で王者として君臨しているのはオンタリオ州トロント出身のブライアン・クック、ダブルスのチャンピオンはこちらもまた、 トロント出身のフレッド・スレーターとジャスティン・スレーター組である。WCC の予選はランダムに割り振られた相手と実試合行いトップ16選手、チームがプレーオフに進出する。指で引くカテゴリーにおいては競技として勝負する大人シングルス部門、初心者向けのレクリエーション部門、そして子供向けに11から14歳、ジュニア向けの6から10歳の各部門がある。 また20点ホールに最もたくさん打ち込んだ選手を各部門ごとに表彰する。2005年より大連にて中国黒木のオール選手権が大きな規模で開催されている。大連が開催地として選ばれているのはカナダ出身の人々が多いためである。2005年より CCC の優勝者は世界選手権への出場権が与えられることとなっている。 昭和天皇の87年の生涯を記録した昭和天皇実録において幼少期の遊びとして登場する遊びの名称としてクロキノールとよく似たクロックノールの子が学習院初等科入学前後に少なくとも4回登場するこれがどのような遊びであったかは宮内庁もわからないとしているが当時大変熱心にされていた遊びだった その事実を記したとコメントしていた。弟の秩父の宮も同様の遊びをしていたという。1903年に日本で発行されたクロキノールの教本であるクロック術によると当時クロキノールがクロックノールと呼ばれていたことが伺える。ありがとうございます。